ただいまより DDT ドラマティック総選挙2017演説放送を開始いたします DNA 所属 NWA 真央選手の演説放送ですはいこんにちは DNA 所属 NWA でもアイドルやってる真央です昨年が21位という順位におかげさまで入ることができましてなんとかアンダーボーイズという形ででしたかね 後楽園ホール大会に出場することができたわけですけどもまあちょっと正直納得いってない部分があってもうちょっと上にじゃなくてもうちょっと下なんじゃないかっていう意味では納得がいってなくて正直去年の僕なんて何かを残したっていう手応えが全然なくてアイドル入りしたぐらいかなみたいなそんなもんなんですよ本当に何も結果残してないんですよ何も残してないし何も伝わってなかったと思うんですよ けどあの順位になったっていうののが自分の中で不可解で不可解な順位っていうのが本当嫌なんで今年はやっぱこう正直な数字が出てほしいなっていうのが自分の中であってまあ今年はやっぱタイトル KOD6 人巻いたりプロレス甲子園で準優勝したりだとかっていう実績がある中での今回なんで今回の選挙は。 選挙こそ去年以上の順位にいてほしいなっていう思いがあるんですけどもやっぱその裏には皆さんの投票っていうのがもちろん不可欠なわけででも僕の素直な気持ちとしてはやっぱ過度に票を入れるためにっていうのはしてほしくないなって思ってるんでやっぱ趣味は趣味の範囲で自分のあの。 なんていうか生活を脅かさない範囲でそれはもう人によって違うと思うし、まあ、その人もあれだと思うんですけどもやっぱり自分のの生活っっててていいいううを第一にしたただきたいなって思うんですよその投票のグッズを買って投票すると3,000円分なんですけどもその3,000円があったら飲みに行けると思うし T シャツの1枚買えると思うし映画も見に行けるし遊びにも行けると思うんででもやっぱその分その1票を入れていた,だいたんだなってんだ っっていいいう思いもしっかりと受け止めたいんでやっぱりこう無理のない投票を今年はお願いしたいかなっていう気持ちです。これは今年の掲げる僕でそれでまあ去年ぐらいの順位っていうかそれよりも上にいけたらベターなんですけどもぐらいになったらもちろんいつも以上に張り切っていつも張り切ってますけどねいつも以上に張り切って。 行ていきたいと思うし、ユニットも昨年は惜しくも4位という形でトップ3には入りたいなって思っているので、これはまた無理のない投票をよろしくお願いします。以上です。DNA 所属 SDR 上野祐介選手の演説放送です。スーパーディーエヌエーレボリューション SDR 所属の上野祐介です、えー。僕が総選挙で1位になった暁には DDT のリントラの奥に。 ホームジムを作って団体全体の筋肉の底上げをしていきたいと思いますもちろんユニット部門でも優勝を勝ち取って後楽園でまた DNA をやりたいと思いますよろしくお願いします DNA 所属吉村直美選手の演説放送ですなんか知らんけどもこんな面倒くさいのいちいち4番といてくれるかな何やっけ選挙 もうそんどうでもいいからもうとりあえず俺に言えとけ以上。DNA 所属ブーイング2017島谷信弘選手の演説放送です。DNA 所属の島谷です。えー、今年の総選挙まあ一位なったら賞金ですかね。賞金100万円。 まあベルトとかは今年は置いといてもしその100万円手に入れたら今私が所属しているブーイング2017でハプニングバーに行って伊橋豪太を大人にさせたいと思います、えー、そしてユニット総選挙ですかユニット総選挙で 1>, まあ1位になったらなんか好表現が得られるということでもうカードは決まっています私の中のカードは決まっていますまあその中の一つをちょっと紹介したいと思いますまあ僕が島谷信宏が島谷信宏提供カードとしてえー、まあそのプロレス界のノブってつく、まあ、プロレスラーってまあいると思うんですけど まあそいつら全員後楽園のリングに集めてあのプロレス界のノブナンバーワンをまあ決めたいかなとでまあその特別レフェリーはまあノブさんこれで決定だと思いますはいぜひブーイング2017に記憶一票よろしくお願いします DDT 所属主典童子 坂口幸男選手の演説放送ですえ坂口幸男ですまあ毎年この時期になるといろんな思いはあるんですけど、えー、個人は坂口幸男でユニットは支店同時ここでよろしくお願いします DNA 所属 SDR 下村大樹選手の演説放送ですはい、えー、DNA の下村大樹です 今回、僕が選挙で1位になったら僕は野球が大好きなのでそして北海道日本ハムファイターズのファンでもあるので北海道での札幌ドームでの草野球大会を開催したいと思います。今回投票してくださった方々とあと関係者の野球ができる選手を集めて野球をやりたいと思いますそしてその後打ち上げでジュースで乾杯したいと思います。 えー、そして今回、えー、ユニットでは SDR、えー、スーパー DNA レボレーションで出ているんですけども、えー、今回、僕らそんなにユニットでの試合が多くないので難しいとは思うんですけど、まあ、みんなで頑張ってまた DNA の高楽園大会を開催したと思います、えー、皆様の清き一票で僕個人と、えー、あとユニットの夢を叶えてください。よろししくお願いします DDT 所属スマイルスカッシュ原島選手の演説放送ですはい、えー、DDT プロレスの原島です、えー、総選挙始まりました、えー、僕は、えー、去年の2016年の総選挙でみんなから906票という票をいただいて、えー、1位になることができましたそして、えー、KOD のベルトに挑戦して、えー、当時のチャンピオン石川修司 に勝ってみんなの票があったおかげで、えー、チャンピオンになることができましたえー、本当に、えー、これはみんなに押し上げていただいたみんなからもらったチャンスだったので、えー、今回2017年もみんなの力をみんなの力で僕を1位にしてベルトに挑戦させてください僕は必ず、えー、期待に添える結果を出しますはい えー、あと、ユニットの方も、えー、スマイルスカッシュで、えー、高尾君、浦野君、ゆう子、僕とこの4人のスマイルスカッシュ、えー、みんなが笑顔になれるような、えー、素敵な興行をしたいと思うので、そちらの方も投票、よろしくお願いしますはい d n a 所属、e、の選手の演説放送です8月20日に両軍でデビューしました、飯野幸です。 えっと、この度、えっと個人の部門で出,出させていただきます、えー、こそうですねもし1位にな,なりましたら100万円を、まあ、自分が今言っているレーニータイムフィットネスジムにすべて月のお金を100万円つぎ込みたいと思いますなのでご,ご投票よろしくお願いします d n a 所属神野正人選手の演説放送です はい、えー、デビューして間もない神の正人と申します私が、えー、1位になった暁には、えー、獲得した100万円を手に、えー、新しくコスチュームを作りその新しく作ったコスチュームでタイトルマッチに挑みたいと思いますよろしくお願いいたします DDT 所属主天道寺工藤選手の演説放送です このたびリリティドラマチック産選挙2017に立候補しました工藤ですこの選挙には KOD 無差別救援を挑戦権が勝っています選挙に勝つにはチャンピオン竹下幸之助に勝てるレスラーであることが必要ですしかしながら審議対応を兼ね備え絶対王座となりつつあるチャンピオンに勝つことは誰にとっても難しいと言わざるを得ません一体誰が彼に勝てるのか 今の DDT の興味はそこにあると思います難攻不落のチャンピオンを攻略するにはチャンピオンにはない武器で、えー、勝負する必要がありますまず一つは、えー、私の武器である蹴り、まあ、蹴りの技を磨くことこちらが必要になって,おりなってくると思いますそしてもう一つ、えー、小ち大強説 まあど,ういうどういうことだと説明しますと、えー、まずは、えー、高木三四郎、えー、DDD プロレスリング代表取締役社長、えー、要するに最強の権力者であります。えー、続いて、坂内幸樹選手、まあ、彼はもう誰もがご理解のように、えー、路上最強であります。続いて えー、スーパースタンゴマシン選手、えー、彼はもう間違いなく、おっと知名度最強であります。えー、続きまして、最後に、大花健選手、えー、こちらは、えー、ある意味最強であると、以上のように、えー、子を持つと親は強くなると、えー、そういうことが言えると思います説明できたかと思います。 えー、えー、以上を踏まえまして私のこの選挙の公約ですけれどもえー、離婚をしないと、まあ、この公約を実現することによって、えー、必ず竹下幸之助を倒すことを約束しますそして最後になりますがええー、新たに私に追い風になるデータがあるのでそれをご紹介したいと思います 新しく DDT リリプロデューサーになりました男ィ、えーノ氏彼にリップロックをされた回数こちらを DDT、えー、リリデータバンクの石井圭介氏に尋ねたところ、えー、工藤さんが断トツですとそういう回答をいただきました、まあ、つまり私は、えー、誰よりもプロデューサーに抱かれた男であるとこの追い風を受けてそして、えー、皆様のご支援を受けて必ず ベルト巻きたいと思います皆様の大事な大事な一票をどうか私に預けてください清き一票よろしくお願いします DDT 所属星丹吾選手の演説放送ですああ皆さんこんにちは10年目の星丹吾です、えー、私の場合が顔を売れることなく、えー、試合数が少ないのに、えー、皆さんのお情けで 一票お願いします。今度がいつも決勝から二番目だから、今度が顔を売りたいから上に目指したい。よろしくお願いします。一票ぜひ入れてください。DNA 所属オールアウトディエゴ選手の演説放送です。オラオーラアウトのディエゴと申します。えっと最近人生はうまくいってるかどうかわかんないですけど、今回一生懸命戦力で頑張って。

it means i'm really royce isaacs is really becoming a part of the ddt family but most importantly to me more than the money is a possible shot at the kod championship because there's never there's been there's been kod champions from all sizes shapes colors creeds but there's never been a kod champion from denver colorado and i want to represent the mile high city and bring that championship back to the rocky mountains DNA 所属 SDR 渡渡瀬瀬選手の演説放送でですすこんにちは渡瀬瑞希です、えー、自分が総選挙で1になって100万円をゲットしたら、えー、今まで人生で一度しか海外に行ったことなくてその一度の海外というのはスウェーデンなんですけどもあの素晴らしいスウェーデンで今度はちょっと試合をしたいなと思いまして。えー 渡瀬瑞希自主工業、スウェーデンマッチ大谷慎次郎選手渡瀬瑞希組みたい、金本浩二選手重心サンダーライガー選手で試合をスウェーデンでしたいと思います以上ですありがとうございました DDT 所属ラムネーション遠藤哲也選手の演説放送ですええ、私遠藤哲也は総選挙とか人気順位とか 全く興味がありませんでも1位になれば100万お金がもらえるので、えー、選挙用紙選挙,選挙用紙ですか、はい、紙ある人は名前欄に「佐々木大輔様」と書いて投票してください。以上。 DNA 所属 NWA 勝俣俊馬選手の演説放送です。はい、えー、DNA NWA の勝俣俊馬です。よろしくお願いします。えー、っと今年はですね、まあ去年、えー、11位でまあ一桁までいかなかったんですけども、まあ今年はね、まあ一桁になりたいっていうのもありますけども、まあ。 まず1位になったらやっぱり自分はシングルでの、えー、ベルトに挑戦はしたことなく、まあ、あのやっぱりベルトを取って、えー、d n a を盛り上げていきたいなと思っているのと,、えー、とこれ100万円でしたっけ100万円いただいたらですねあの僕やりたい選手がいまして、まあ、今年多分僕 DDT の中で一番バズったと思ってるんですよ。そのね まあバズったということで、まあ、戦いたい人とまあその1位でなって100万円を取って戦いたい人と戦いたいなと思ってますそして、えー、NWA ユニット部門に関してはですねまあ今年というかまあ去年 DDT フェスがあって、まあ、今年は DDT フェスがないので NWA フェスをコラケンホールで 年末に、ね、やりたいなと僕は思っています1位になってベルトを取って d n a を盛り上げて戦いたい人と戦って NWA フェスであのーあのー、大先輩の男性プロレスラーアイドルをですね復活させたいんですよね NWA の後楽園ホール大会で。はい、そういうい あの気持ちも目標もありますのでぜひ皆さん僕に記憶一票お願いします以上 NWA 勝又新馬でしたありがとうございました DDT 所属赤井紗希選手の演説放送です皆さんこんにちは DDT 所属の赤井紗希です、えー、今回また今年もこの時期がやってまいりました、えー、自分が えー、今のところ選抜にありがたいことに入ってるんですけども、まあ、試合ががあるのが当たり前とは毎度毎度度思っていませんで自分よりも試合が多くね入ってる選手も苦戦してる人もいっぱいいるんですけど私はこの1試合1試合をすごい大事にして自分が出てない試合もやっぱり選挙にかける気持ちは大きいので、えー、10月の後楽園どうしても出たいので、えー、頑張っていきたいと思っております。えー、自分が 選抜総選挙もしも一位になったとしたらその百万円をもとに DDT の選手みんな出る映画を作ってみたいなと思っていますでそれもドキュメンタリーとかじゃなくちゃんと約お芝居のやつでなんか V シネっぽいのとかせっかくみんなやっぱ戦う人なんでアクションがいっぱいある映画やってみたいなと思っています映画監督できる選手もねいっぱいいるんで。 はい、で、えー、ユニット総選挙は、えー、私のお兄ちゃん軍団の四天同寺に一票お願いいたします四、えー、天同寺のこのあのお酒の空気をもう後楽園をこうお酒の匂いで充満させたいです皆さんで後楽園で一緒に飲みましょうえー、総選挙よろしくお願いいたします DDT 所属ダムネーション 佐々木大輔選手の演説放送です我々の要求はただ一つ個人で一位になってユニットダムネーション一位になって金だよ金金もらって後楽園ホールでダムネーションフェスティバル 憧れのバンドマンになる。以上。DNA 所属 SDR 岩崎浩紀選手の演説放送です。はい、えー。スーパーディーエヌエーレボリューションの岩崎浩紀です、えー。まあ今回の総選挙の目標はまず選抜に入ってはいなんとか上位に入ってね。はい、鈴木力選手。 とがっちり熱く戦いたいというそれが自分のモチベーションになってプロレスやってます、今は。はい、なんだろうなあと一つ、やっぱ上位陣をね DDT の上位陣を食いち,食いちぎってね、はい、自分が上にのし上がっていくいいチャンスだとこの選挙は思っているので皆さん、応援よろしくお願いします。鶴見

ナンバーワは百万、百万、ハハハハハ、百万。DDT 所属主転童寺高梨正弘選手の演説放送です。はい、DDT 主転童寺の高梨正弘です。今ちょうどこの KOD 六二タッグのベルトを防衛してきました。そして。 この KOD6 人タッグのベルトというのはユニットの象徴だと思ってます主典同時はこのユニット総選挙3年連続2位ですそして今中間発表を見たところ上には大花帝国そしてダムネーションがいます去年1位だったダムネーション1年追い続けてきてまだ超えれませんけど最後の最後には必ず俺らが1位になって ユニットで一番だとといいうのを証明したいと思ってます2位の俺らの上にいる桜花帝国リターンズ向こうに関しても同じ思いです彼らに2年前負けたことは忘れていませんユニット総選挙の発表の後にに桜花帝国とゆかりのある映画が上映されますが自分は何て言うんだろうその権力者たちが書くような展開にはしたく ないと思ってます上映会のための総選挙ユニット総選挙にはしたくないと思ってます勝手な思い,込か思い込みかもしれないけど俺はそう思って全員の考えを覆して支戦同時が1位を取りたいと思ってますよろしくお願いしますそして次は個人の方ですね個人の方なんですけどもまず去年の個人の投票皆様ありがとうございましたおかげさまで4位という順位を取ることができたんですけども その際自分が1位を取ったときは勇選手と戦うそういうふうに宣言したんですけどもそれは叶いませんでしたただ皆さんがそれを見たいと思って応援してくれたことそれは自分はこの1年間忘れたことはありません去年の時から決めていたことがありますそれは毎試合毎試合わずかずつでもそのギャランティーの中からその勇選手へ向けての 積み立てを始めようと思って1年間積み立てきましたその資金を使って今回 DDT の興業を買わせていただきたいと思ってますはっきりいつやるかそして誰と戦うかと会社とも話していないので明言できませんですけども皆さんが考えているあの男が大学に立ってくれると俺は思ってますそれに向かって1年動いてきた積み重ねてきたと思ってます 1>, 1位を取るのは四天童寺工業だと思いますので、12月30日、その前にやることはないと思っています。その後になると思いますので、その後、いつ発表できるかはわかりませんが、動いていますので、皆様、昨年は投票ありがとうございました。俺は必ずします。借りはきっと返します。そして、今年についてですが、今年1位になったら、 どううするというよりもそして今自分はチャンピオンの DDT のチャンピオンの竹下選手にすごい思いがありますこれは自分の中でも気づいていない部分があったんですけども形になり始めたのは今年の埼玉スーパーアリーナ前の KOD 挑戦者決定戦で工藤の兄貴とシングルマッチで戦いそして勝った竹下選手を見た時でしたあの時俺は必ず兄貴だったらもう一度言ってくれると思った 兄貴はもちろんそのつもりでしょうけど、リング上で俺は兄貴のそばにずっといたけども、俺に見せたことない表情で、どこか晴れやかな表情で竹下をたたえ、何かを託すかのように握手を交わしていました、俺はその時すごい違和感というか、何だろう、何も言えなかったけども、何かが自分の中に芽生えて、その言えない思いを竹下にまなざしへ向けてました。そして埼玉スーパーーパアリーナ 主同時に俺らがずっと追い続けてきた原島選手が負け、その原島選手をまた今まで見たことないような、本当に何だろう、あの表情した原島さん、優しい表情した原島さん、見たことないような顔で、竹下選手と握手を交わしていました。俺は正直言って、竹下選手を否定するつもりは何もないですけども、もあの表情と握手の意味は。 未だに分かりませんただ自分の中に何かモヤモヤしたものが残っていてそれでも自分は竹下の前に立つことができなくて DDT を退団される退団されたウナノさんも最後に戦った時見たことないような表情で竹下を叩いていました自分はあの3人が何を思ったか正直分かりませんし分かるつもりもありませんただ今 自分が思っているこの中にあるものを竹下選手にぶつけて、そして竹下選手に悔しい思いを感じ取ってほしい、そして可能性は誰もないと思っているかもしれませんけど、もう一度、アルベルトを俺が巻いて兄貴や原島さんや浦野さんとは意味合いの違う笑顔を皆に。 見せたいと思いますなので自分は今年一位を本気に狙っています皆さん投票を高梨雅宏までよろしくお願いします以上以上で DDT ドラマティック総選挙2017演説放送を終了いたします